南アルプス大井川上流域における地質と地形の成り立ち。3章付録形成モデル。四万十帯のハの字湾曲、赤石山地の逆くの字型めくり上がり屈曲。四国から紀伊半島にかけて中央構造線に沿う海側の地質構造はおおむね東北東西南西の方向となっています。静岡や伊豆半島の北側にかけて中央構造線とそれに沿う地質構造は大きく方向を変え湾曲しています。中部関東地方の地質構造は静岡付近で逆くの字型に屈曲し、伊豆半島の北側で大きく湾曲しています。中部関東地方では赤石山地の一部を形成する四万十帯は黄色で示した範囲に分布します。四万十帯は伊豆半島の周辺でカタカナのハの字を描くように大きく湾曲しています。中部関東地方の四万十帯のハの字屈曲、赤石山地における四万十帯の逆くの字型屈曲の平面的な形成モデルを付箋紙を用いて説明します。地質年代は2000万年前頃です。オレンジが本州湖の原型を表します。向かって左側は西南日本、右側は分断した本州湖の一部です。赤の実線が地質構造の境界となる大断層の中央構造線です。黄色が西南日本と東北日本の間にある地溝帯フォッサマグナです。ピンク、黄緑、水色、黄色の付箋紙が四万十帯の付加帯で複画状に積み重なっています。赤石山地の基盤岩となる四万十帯は約1億年前から2000万年前頃に形成された付加帯です。青は海側のフィリピン海プレートです。水色は海底火山が並ぶ伊豆小笠原湖です。伊豆小笠原湖と本州湖の原型は直交する位置関係です。1700万年前頃、フィリピン海プレートの移動とともに伊豆小笠原湖の海底火山が北側に移動します。1500万年前頃、フィリピン海プレート自体は沈み込んでしまいますが、海底火山は剥ぎ取られて本州湖へ突き刺さるように衝突し、左横ずれの糸魚川静岡構造線が形成されました。さらに海底火山が本州湖に突入していきます。この一連の海底火山が伊豆小笠原湖の櫛形山地海に相当します。1500万年前頃に糸魚川静岡構造線や中央構造線の活動に関係して赤石山地内では以下は大唐松山断層、光明断層、赤石裂線などの左横ずれの断層が形成されたと考えられています。四万十帯のハの字湾曲の形成モデルと実際の地質像を並べます。四万十帯に相当する箇所を黄色で示します。櫛形山地海が1500万年前頃に本州湖に衝突したことにより中部関東地方の四万十帯はカタカナのハの字のように南に開いて湾曲しました。四万十帯のハの字湾曲の西南日本側が赤石山地の基盤岩に相当します。赤
海市山地の基盤となる四万十帯の形成モデルと実際の地質図を並べてみます。黄色で示した箇所が南アルプスの範囲に相当します。赤石山地における南アルプスの基盤岩の地質構造も1500万年前頃に形成されたと考えられています。赤石山地の基盤岩は櫛形山地海が本州湖に衝突し、地層の方向を北東南西方向から北部の山岳地帯で南北方向へと変化させ、逆くの字型に屈曲しています。赤石山地では北部に向かって圧縮変形が激しくなり、泥岩はスレートや千枚岩に変化します。四万十帯北部の分布幅は南部と比べると3分の1程度に狭まっています。四万十帯の北側への移動量は大井川下流付近の地層を基準にすると概算で約70キロ以上と考えられています。赤石山地の北部では平面的な四万十帯の逆くの字型屈曲が立体的にめくり上がったような複雑な構造をしていると考えられています。赤石山地における四万十帯の逆くの字型めくり上がり屈曲について、斜め上方向から見下ろした形成モデルで立体的に説明します。判例はご覧の通りです。ピンク、黄緑、水色、黄色の付箋紙が四万十帯の付加帯を簡略的に表しています。赤石山地の基盤岩となる四万十帯は約1億年前から2000万年前頃に形成された付加帯です。この形成モデルではフィリピン海プレートが移動し本州湖の下に沈み込み、低角な床上断層により古い地層が新しい地層の上にのし上がり、瓦を斜めに積み重ねたような複瓦状構造を形成し、付加帯の底面では水平圧縮に伴い大規模滑り帯であるデコルマが発達しています。1700万年前頃、フィリピン海プレートの移動とともに伊豆・小笠原湖の海底火山が本州湖側に移動します。1500万年前頃、フィリピン海プレート自体は沈み込んでしまいますが、海底火山は剥ぎ取られて本州湖へ突き刺さるように衝突を始めます。海底火山の衝突に伴い四万十帯の地質構造は北東南西の方向に屈曲します。この一連の海底火山が伊豆・小笠原湖の櫛形山地海に相当します。さらに櫛形山地海が本州湖に突入することにより四万十帯の地質構造は南北方向に向きを変え、西側に立ち上がるように急傾斜し激しく変形します。この櫛形山地海の衝突に伴い左横ずれの糸魚川静岡構造線が形成されます。赤石山地北部の四万十帯は地層の方向を北東南西から南北に向きを変え、分布幅は南部と比べると3分の1程度に狭まっています。地質構造は西に急傾斜し、
四万十帯の最北部では地質構造が反り返って東に急傾斜してめくり上がるように屈曲しています。このような赤石山地全体の四万十帯の構造変化は逆くの字型めくり上がり屈曲と呼ばれています。実際の赤石山地の地質断面図を示します。赤石山地全体の地層の傾斜変化から逆くの字型めくり上がり屈曲を説明します。赤石山地南部の地層は水色で示した断面 Z のように北西に傾斜しています。このような北西の傾斜は四国や紀伊半島などの四万十帯と同じ傾向です。赤石山地北部の南アルプスの地質断面図は黄色で示した断面 X、断面 Y にあたります。赤石山地北部では地層の傾斜はめくり上がるように立ち上がり変化します。そして最北部の断面 X では地層が東に傾斜しています。赤石山地全体で四万十帯は地質構造の方向と傾斜を変えめくり上がるように屈曲しています。